第一声をお聞きしたいと思います。荒波選手、もう一歩前に。試合を終えてこれだけの方がお待ちいただき、タオル回していただきました。今の気持ちから教えてください。正直すごく嬉しいです。本当ここに帰ってこれるのが、ずっと、ファームで1ヶ月半ぐらい、きつかったので、本当ここに帰ってこれてよかったです。ありがとうございます。ではもう一人お呼びいたしましょう。皆さん手拍子の準備を、ミュージックスタート。もう一人は背番号30、峰博樹。では峰選手を真ん中に。では峰選手を、試合を終えてドキドキハラハラと思いますが、試合を終えて感想一言いただけますか。勝ててよかったです。本当ですね。ではまず荒波選手も真ん中に入っていただき、まずは荒波選手、はい、初回先頭の勝負のナイスバッティングでした。ありがとうございます。昨日もマルチアンダー復帰して即、ヒットが出て、今日も1打席目からという形でしたけども、ご自身ではホームランの感触いかがでしたでしょうか。そうですね、あんま打ったことないので打った瞬間分かんなかったんですけど、皆さんの声援と喜びが走ってる時に伝わったので、すごくあ、ホームラン入ったんだなと思いました。先ほども少しお話しいただきましたが、まあ、1ヶ月半、まあ、ファームにいて、最初の昨日の1打席目、あのタオルが回ってる光景っていうのはどういう風に見えてましたか。そうですね、ファームでも、すごい回していただいたりとかしてたんですけど、やっぱり横浜スタジアムでこの満員の中で回していただいた時は、すごい自分自身まだ打席入ってないんですけど、逆にちょっと緊張したっていうかまだ自分の中でスイッチが入ったので、うん、本当いつも助けてもらってます。その中で昨日マルチアンダー、そして今日先頭打者ホームランになりました。では峰選手、峰選手も今日マルチアンダーナイスバッティングでした。峰選手もあの登場曲を変えてからファンの皆さんの手拍子聞こえるんじゃないですか。そうですね、以前誰が使ってたっていう、拓郎さんが使ってた。そうですね、はい、今の広島のコーチの石井拓郎コーチが今前は使ってたということで、はい、それ自分知らなくて、うん、そろそろ変えようかなと、はいはい、それがじゃあご自身の中ではこうファンもこう喜んでくれる、なんかハマったなみたいな感じはあるんですかね。そうですね、まあ選んでよかったなと思ってます。峰、はい、選手もう少しマイク近づけてもらってください。すいません。その中で宮井選手、あの7回の、まあ、追加点、宮井選手から始まっての、まあ、バッティングでしたけども、ご自身で今日のバッティング振り返っていかがですか。まあ、なんとか、まあ、後ろの方につなげようかなっていう意識で、まあ、なんとか食らいついていきました、はいはい、その中バッティング追加点となって、そしてやはり最終回少し聞いてもいいですか。3アウト荒波選手が取った瞬間、宮井選手はどんなお気持ちでしたか。本当に、まあ、接戦で、まあ、どういう展開になるか分からなかったんですけど、まあ、最後荒波さんが取ってくれて、はい、ほっとしました。荒波選手は最後キャッチした瞬間、その前から後ろではどのような気持ちで守っていましたか。いや、すごくドキドキしてました。いや、本当緊張する場面だったので、はい、いやでも本当、まあ、ジャイアンツの応援もすごくて、でも最後皆さんの、後押しがあって、須田もいいピッチングできたと思いますし、まあ、みんなで勝ち取った試合かなという感じはしました。そうですね、緊迫した場面の中、明日カード勝ち越しをかけての勝負になります。宮選手、明日に向けての意気込みいただいてよろしいでしょうか。今ここ2戦勝ち越してるんで、しっかりここ明日も勝って CS に向かっていきたいと思います。お願いします。荒波選手、やはりファームにいた分、1軍に帰って大暴れしてやろうという気持ちが強いかと思います。明日に向かってファンの皆さんにお願いいたします。そうですね、本当明日も、たくさんのお客さんが来てくれると思うので、その期待に応えれるよう勝ちをプレゼントしたいと思います。ありがとうございます。ではアンコールリード、最後はですね、皆さんをバックに写真を撮りますので、皆さんタオルを掲げて一緒にアイラブ横浜コールしましょう。では帰ってきた荒波選手にアイラブ横浜のコールをお願いいたしましょう。よろしいですか。はい、かなりですね、後ろの方も写真に写りますので、皆さん高く掲げてください。サイドの方もいいですね、ありがとうございます。では荒波選手のコールとともに、皆さんも一緒にコールしていきましょう。では行きましょう。明日も勝利に導く、アイラブ横浜。
っておりますと間違いないようにご来場ください。カードは勝ち越しに向かって明日も皆さん一緒に勝利をつかみ取りましょう。そして明日がこのベイビアガーデン最終日となります。で今日ですねこの後ベイビアガーデンは今9時半過ぎですが10時ぐらいもう少し営業いたしますので、喜びのですね祝杯を挙げていただきたいと思います。では明日もご来場お待ちいたしております。本日のご来場ありがとうございました。